どうも皆さんこんにちは、ご契約者石倉由伸です。本日はですね、新橋のとあるところに来ております。まあ早速紹介しましょう。こちらから、株式会社コンサイトのミルキーグリーン代表畑さんです。どうもです、よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。これ、ね、ミルキーグリーンなんですけど、僕初めてここ来たんですけど、はい、まあね、見てこんな感じの、もうまあ僕らの、ね、チャンネルだからね、コケドチャンネルだから、もうコケ絡みなのは満載なんですけど、ずらっとコケテラリウムは並んでるんですが、僕畑さんとお会いするのは初めましてですよね。はい、そうですね、初めまして。ミルキーグリーンは僕は知ってはいて、はい、ありがとうございます、はい、でインスタもちょこっと見たりとかで、まあいろいろ情報を。ここは店舗なんですか？基本オフィスなんですね。はい、ただあのワークショップもこちらで開催しておりますし、時たまお客様も見えて、はい、作品をお買い上げになることもあります。あ、販売もする時もある。そうですね、あの主に販売はそごう様ですとか、そういう百貨店様のポップアップというんですが、まあ、2、3週間、その曲がりをして、売ることが一番多いです。はい、でも、株式会社コンサイトという会社が母体があって、はい、このミルキーグリーンという事業ですね。はい、あ、じゃあいろんなことがその会社ではやっております。で、先ほどもね、ちょっと雑談で話したんだけど、あの石巻とかの震災のボランティアというか、はい、災害に関することもやられてるってね。そうですね、災害ね、はい、で苔の話を今ね、スタンバイの最中そっちの話で盛り上がっちゃってね。いや、俺苔好きの時点で僕人を信用するんですけど、はい、災害ボランティア やられてる時点でもう全面的に信用です。苔好きには悪い人いないんで。でもじゃあこの、ミルキーグリーンに関しては何年ぐらい前からとか。今あの実質営業を始めたのが2年で、その前に約1年間ぐらいは準備期間がありましたので、はい、足掛け3年目になります。そもそもじゃあ畑さんがそういう元々の会社がありながらもこういうコケテラリウム関連をやろうかなと思ったきっかけとかってあるんですか？そうですね、あの一つはシステムを開発する会社と言いながらも、やはりお客様の仕様で作るので、出来上がったものがうちの製品かっていうと、やはりお客様の製品っていうのが一つあるんですね。なるほど、はいはいはい。だから今他にも化粧品 の、うん、あの販売事業もやってるんですが、委託事業を受けてるんですけれども、それもうちのスタッフが一生懸命売っていると言いながらも他の会社の製品ですし、制服も他の会社の制服を着てるんです、ね。あ、なるほど。で、やはり会社としていつかはメーカーになりたいなっていう思いがありまして、でメーカーになれば、まあ、マーケティングから何から全部、まあ、自分たちでこう、進められるという、どこにも鎖がないという、そういうまあ自由感もありますし、事業としてあの今までの手がけてます事業というのは、大体私が最初に始めて、私が地ならしをしていって、で何年もかけて構築していったっていう事業なんですが、その事業はうちのもう女性陣のチームがありまして、その女性陣たちにもう任せてやらせてあげたいっていう事業の一つの一環なんです。そういうことなんですか、ね、今 ね、 あのね、女性陣がね、はい、ちょっと見守っていますからね。社長おかしなこと言わないでよみたいな感じで、ああ、まあ、丸サインが出ましたけど、ありがとうございます。でもそういうところからなんですか？そうですね、なので苔を選んだのには実は理由がございまして、あ、はいはいはい、まず重くない、から臭くない、腐らない、それから、冷たくない、そういうような、まあ、女性が扱えるもの、それから大きな設備投資がいらないっていうところで、あとはですね、可愛いの女性好きじゃないですか、はいはい、やっぱ可愛い仕事みんな喜んでやるんですね。あ、女子はね、女子は可愛いのがね、そう、はい、そうなんですよね。で、その規定の中で何があるかなってずっと探していて、何でも探してたんですよ。で、ある日苔っていうふうにひらめいて、でたまたまその苔玉をネットで見てて、こういうのうちで作れないかなって、まだその時には女性陣のチームないんですけども、まだその時は僕一人だったんですけど、あ、ひらめいたのは社長がひらめ、そうです。あ、でたまたまこうお世話になってる先生がいるんですが、その先生のホームページに行ったら、その日の夜、あの要は説明会があるってあったんですよ、これはもう
電車の中で見て今日の夜の説明会ってこれは何かの運命だなと思って、うん、すぐに出かけて説明を受けて、うん、なので今はこんな素敵な作品がたくさんなんですけど最初は僕が作りました。はあ、そんなこわもての顔されてすみません申し訳ないです。コケとはちょっとねなんかねイメージが ねあでもひらめきも畑さんで知り合いのその苔の先生かな先生がのところに、まあ、最初お話しに行って、まあ、実は事業としても当然考えてるんですって言ったら、まあ、最初のうち応援しますよって言っていただいたので応援を受けながらでうちのスタッフもその先生の講座にこう送り込んで勉強してもらってそれから本当にこうなんか作品になるのにやっぱり半年ぐらいは時間かかりました、ね、じゃあちゃんとそのための勉強されてコケテラリウム、はい、えちなみにどなたですかその先生は鴨本先生あ鴨本さんコケ友コケ友僕のコケ友なんですけど鴨本さん あの人もだってね、はい、ちゃんとビジネスの事業から始めてコケテラリウムをどう、はい商品化あと会社としてっていうふうに考えてる方ですからね、はいはい、もうつながるもんだねつながってますね皆さん、ねはい、そっから立ち上げて、ね会社内の女性チームが、はい、ビジネスの観点から見てコケどうかなってまず思ったんですそうですねやはり一応経営者ですので、うんうん、その先行きどうなのか市場性はどうなのかとか、うんうんそういうことも一応考えましたコケのビジネスでビルは建たないだろうなとは思うんですけれどもそうですねみんなが事業として、うん、やってってくれる分には十分成り立つと思ってますし展開の仕方によってはかなりいろんなやり方があるのかな、まあ、カモ先生ともよく話すんですけど、うん、カモさんはもう本当に苔だけではなくて、うん、もう緑というグリーンというキーワードでいろんなものを展開していきたいっておっしゃっているので、うん、我々はまだ力不足なんでそこに追従していけないんですけれどもやがてはそういうふうな苔を中心に広がったビジネス事業展開ができたら一番いいかなっていうふうに、ね、すごいなんかもう全然僕たらずっと自分でねちまちま見たりとか写真撮ったりとかあ僕も大好きですよだから、うんうん、大好きなので僕もちまちま、うん、もう最近作らせてくれないんですけど僕が作ってもみんなに手直しされちゃうんです、みんなの方がもうレベルスキルが格段に上がってしまったのでちょっとでもそれは経営者としては嬉しいことですよね嬉しい反面ちょっと悲しいところもありますよ何もやらせてくれないんです。でもここら辺はじゃあその生徒さんだったりそのチームの女性チームの皆さんが作ったりっていう。そうです。ああ、やっぱり本当テラリウムってもう作る人でもう作品の好みというか男性が作ってもフィギュア入れる人もいたりとか、はい、もう本当に出ますよね。それが見てて本当面白い。うん、やはり最初とちょっと違うなっていう感想が、10人お客様こうワークショップに来られて。まあ、使う苔も砂も石も大して変わらないものの中からこう選んでいただくんですけれど出来上がったのは10種類の作品になるので、うんうんうん、やはり人間の発想力ってすごいなっていう、うんうんまあ、どれ一つ取っても同じものがないのですごいなっていうふうに思いますねだから初めてやられる方の方があそんなところに刺すんだっていう人もね、はい、勉強逆に勉強になったりしますよね、はいはい、あでもじゃあそういうところから入ってはいるけれども結局でもその苔が好きだったりするという中で、はい、ちょっと伺いたいのは畑さん推し苔というか推し苔、うん、一番好きな苔っていうのはでもやっぱり細葉かなあ、うん、一番やっぱり慣れ親しんでるのと触れてる触れ一番触れ合ってる、はいはい、それとやはりこうですね、作品の中見てもいろんな使い方ができるので、うんうん、からまあ斜面にこう上げていったり洞窟の上とか山の上にちょっと置いてるのが結構可愛いですよね、うんうん、派手な苔もあるんですけど結構細葉好きですねあでもなんとなくおっしゃってること分かります、うん、レイアウトの仕方でいろんな表情は細葉置の木が一番出すなと思ってしますからそれじゃあ今後のテラリウムに対する展開というか、まあ、ミルキーグリーンか母体の会社の方のお話じゃなくてそのミルキーグリーンに関して の、はい、展望とかっていうのはありますか今京都の方でも三千院の目の前のお茶屋さんで苔を
もう京都限定で置いているんですけども。ええー、そうなんですか。はい、やはり三千院コケ寺じゃないですか、コケ、うん、を見に来るお客様いらっしゃるんですけど、コケ、うん、のお土産が一つもないんですね、参道に。なるほど、ね。はい、なんで僕が飛び込み営業で、うん、テラリウムを持っててですね、うん、これ置いて売ってくれませんかって言って、うん、OK いただいて、それからご商売していただくような。すごい開拓者の社長ですね本当そのぐらいないとダメなのかな、ね、ビジネスでやってはいるんだけども、そこにその、まあ、緑好きだったりとか桶に関する好きな部分があるからっていうのが。そうです ね、 ね、はあ、だってお化粧の事業部とかもあってるんです。お化粧品か。そうです、ね、これもかなり手な顔されてよく言われますあーでもなんかすごいな。なんかちょっと今回こういう形でこの場所に来させてもらって、はい、また新たな苔友というか苔のネットワークが広がったというか、なんかすごいです。もう事業ミルキーグリーン の、 その最終の形っていうのは、はい、やはり我々がこうミルキーグリーンとして作家さんを持てるようになって、うん、で日本全国の作家さんから商品を集めて我々が売るようになって、いろんなところにこう我々の力で一人の作家さんのこう発信力ってどうしてもインスタとかそんなところでしかないじゃないですか。でやっぱりリアル店舗で売るっていうのもなかなか難しいので、そういうところをまあ支援させていただきながら、まあそういう苔の作家さんもこう育てていって、でみんなでなんか苔で幸せになれたら一番いいかなっていうふうに本当に思ってます。すごい。それが実現したら僕も嬉しいな。本当僕そういうところでトークショーとかしたいですもんね。なんかですよね、うん、本当ですよね。あの時はこんなだったのに。そう、はい、いや本当でも僕もたまに知り合い の、 あのワークショップに行くと、まあ勉強になるなるっていうか、まあ本当に初めて独学なんですね、コケ好きって、はい、川本さんとかっていうたまたまいらっしゃったりとかすると教わる機会ってあるんだけども、初めのコケ好きの人ってテラリウムにまんま入れたりとか、いろんなあの植木鉢に貼ったりとかっていうところから、はい、みんなこうテラリウムに行き着いてるとか、あとまあ地植えとか鉢植えとかってやってるから、まあ、結局植物をどう楽しむかだと思うんですよ ね、 すね、はい、いやでもちょっとなんかね、こういう作品見るだけじゃなくお話を聞けただけでも楽しかったです。ありがとうございます、はい、でじゃあちょっとこの後はね、なんかお忙しいみたいなんで、はい、肌さんの子分たちのあのね、女子チームたちの子分なんですか、怒られます私子分じゃないから女子チームの方とちょっといつものコケテラリウムコラボをちょっと楽しみたいと思いますので、はい、ちょっとこの対談は今日このお時間で終わりにさせてもらいたいと思いますけど、はい、ちょっとお忙しいなと思います。とんでもないです。ありがとうございました。楽しかったです。じゃあ肌さんでした。ありがとうございます。失礼します。また石巻であったらよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。お疲れ様です。